そんなデビューはですね、14年前に遡りまして、今年でデビューして14周年を迎えるユニットでございます、ね、まあ、そうは言ってもね、世間は広い、ね、ものでございますので、今日初めて、ね、地元なのに初めてお会いするよって方も中にはいらっしゃるかもしれませんのでね、この機会をね、まあ、今日をきっかけに応援チェというものを知って応援していただければなと思っております、はいはい、ね、まあ、オレンジですね、はい、まだまだ、まあ、昭和の歌謡曲たくさん今日もね歌わせていただきたいんですけれども、はい、で、また2回目3回目のステージもございます、ね、まあ、オレンジですねデビューして、まあ、14周年経ってますので、はい、経ちますので、もちろんオリジナル曲というも、まあ、持ち歌ですね、持ち歌の方もたくさんございまして、はい、まあ、1曲2曲テレビの方にですね引っかかりつつあるというね、非常にありがたい、ね、皆さんもね、聞いたことあるかなっていう曲も ね、あると思います、まあ、はい、聞いたことなくてもですね、ここで出会ったのも何かのご縁ですから、はい、ね、お付き合いください、ね、手拍子ぐらいは何だか一緒にやってください、ぜひ、はい、ね、まあ、オレンジですね、昨年はアルバムを、はい、ね、8月に4枚目のアルバムということで発売させていただきましたので、今日もですね、後半こちらの方からお聞きいただきましょう、はい、非常にですね、喋ってるとね、なんだかよくわかんない子たちだなと思うかもしれませんけれども、歌の内容はしっかりとしたメッセージ性の強い歌もたくさん歌わせていただいております、はい、持ち歌でございますけどもね、そんな持ち歌の中から、今年はですね、皆さんぜひ大きな花を咲かせましょうというこちらのナンバーからお聴きいただきましょう。オレンジのオリジナル曲です、咲いた咲いた。Thank you.
して8月に発売しましたアルバムの中から咲いた咲いたお聴きいただきました。お聴きいただきましたね、皆さんもね、はいはい、まあ、生きていると、まあ辛いことも悲しいこともいろいろね、あの山あり谷ありでありますけれどもね、いつかはきっと大きな花が咲くよというね意味合いを込めた、咲いた咲いたというね、はい、人生、はい、いつでも大きな花を咲かせましょうという歌でございましたね、はい、まあこういう風にですね、オレンジのオリジナル曲持ち歌はですね、はいはい、ちゃんとしたメッセージのね、ちゃんとしたメッセージっていうのもなんなんですけど、自分たちに説明しないと伝わらないというのがね、悲しいところでございますけど、まあ、ぜひね、あの、はい、CD を手に取っていただいてじっくり聴いていただける、曲が揃ったアルバムとなっております、はいはいはい、ね、まあ、こんなアルバムからですね、はいはい、実は非常にめでたいと言いますか、ね、普段なかなかすることのないね、万歳をたくさんする歌っていうのが実はあるんですね。そうなんですね。ね、ないでしょ皆さん、なかなか日常生活で万歳ってね。なんで政治が出ない限りね。そうだね。なかなかないですよ。ね、はい、ね、ですので、ね、まあ、皆さんもね、今日一緒に体を動かしてね、まあいいお天気ですもん、さらにこう体を温めてね、健康になってから帰っていただきたいと思います。はい、ね、万歳をしてその後だるまを買っていただくのですね。いいね、なんか縁起がいいですね。あ、いいんですよ、だるま買った後にもう一回来ても一緒にしますからね。ぜひご利益がありそうだと、ね、あると思いますので、ね、はい、そのオレンジをですね、非常に賑やかなナンバー、楽しいナンバーをですね、ラスト皆さんと一緒に楽しんでいきたいと思います、はい、こちらですね、はい、オレンジ歌の中に焼き鳥焼き鳥という言葉があります。その後に万歳と一緒に皆さんで万歳をしてください、はい、さあ続いてはこちらの賑やかなナンバーです。皆さん一緒に楽しんでください、はい、オレンチェで焼き鳥万歳。
がとうございます。こんだけ万歳すればね、皆さん今年大変なご利益があると思いますね、はい、ぜひこの流れでだるまの方もお買い求めいただいて、はい、ね、お帰りください、はい、今日ですね、はい、オレンジこちらの歌のステージはですね、おあと13時、はい、午後の1時からと15時午後の3時からと残り2回ステージがございますね、はい、懐かしいのもですね、また違う曲を歌わせていただこうとご用意しておりますので、ぜひお時間のある方はまたこちらお時間合わせて遊びに来てください、はいね、そして今日ですね、はい、オレンジの CD を持ってきております、はい、今日のねお土産にぜひ1枚ね、そちら寄っていってください、はい、ぜひね、はい、だるまとともにですね、はい、オレンジの CD も買っていただくとより一層ね福が、はい、入ってくるという、ね、噂でございますので、どうぞ皆さんの皆さんで試してみてください。ぜひよろしくお願いします。よろしくお願いします。それではオレンジこちらのステージ、おあと13時お会いいたしましょう。オレンジでした。ありが